けたんですよ。漫才の方がな、今来てくれてちょっとやったのね。その時にやっぱり言っちゃったんだけど、もう90、100まで、頑張りたいなって。うわ、この間はみんな忘れた。みんなが生まれる前のことだもの忘れて。Thank you.